皆さんこんにちは。4人組ガールズグループエスパのカリナが28日アスヘアリーナ大阪にて開催される2024エスパライブツアースニークパラレルラインインジャパンを体調不良で欠席することが分かりました。今回はそんな今話題のエスパカリナの体調不良や炎上についてお話ししていこうと思います。ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速見ていきましょう。大人気韓国グループエスパはアバター X エクスペリエンスを表現したベスト両面を意味するアスペクトを掛け合わせた造語で、自分のもう一人の自我であるアバターに出会い新しい世界を経験するという独特な世界観を持っているグループです。そんなエスパのリーダーカリナはスタイル抜群で AI のように整った顔を持つ圧倒的ビジュアルで、メンバーが公開されるとすぐに話題になりました。そんなエスパは公式サイトにて7月28日にアスヘアリーナ大阪にて開催されます2024エスパライブツアースニークパラレルラインインジャパン出演者に関しましてお知らせがございます。エスパメンバーのカリナにつきまして、リハーサル後に体調不良となり医師の診断のもと急遽本公演への出演を見送らせていただくことになりましたと発表。エスパ並びにカリナを応援していただき、本公演を楽しみにお待ちいただいていた皆様におかれましては、ご心配ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんと謝罪し、同公演についてはウィンター、ジゼル、ニンニンの3名にて行わせていただきますと説明しました。前日27日に行われたアスヘアリーナ大阪では、カリナの腕に絆創膏が2箇所貼られている様子が写真に捉えられています。ファンは注射や点滴を受けたものと推測。韓国アイドルと健康問題って切っても切れない縁だし、ここまでして頑張るのが当たり前みたいになってるけど普通に心配。3人でのライブも仕方ないね。カリナちゃんは気が気じゃないだろうけど、体調回復に努めて元気になることを祈ってます。 K-ドルの動画を見てると、撮影してダンスレッスンしてこれから海外に向かいますとか、明らかに疲れてて大丈夫かなと思うことがよくある。健康第一なのにスケジュールを詰め込みすぎなんだよと健康を心配する声が多数上がりました。そんな今世界的大人気を誇るエスパですが、事務所に不満があることを率直に打ち明けました。最近YouTube チャンネルハンバムでは、からの4時とエスパが出会いトークを繰り広げる動画が公開されました。同日4時はアイドル苦情センター長となり、最善を尽くして皆さんの悩みを解決すると伝えています。これにウィンターは休暇と個人 SNS アカウントの開設を望んでいると言います。これを聞いた4時はデビューして2年半では休暇をもらってもいい時期だと驚きました。メンバーたちは所属事務所の関係者を見て、休暇が欲しい、私たちだけで遊びに行きたい、4人で一度でも旅行に行きたいと訴え、笑いを誘いました。メンバーたちの個人 SNS がないという話に4時はなぜ作らせないの、私もそれは理解できない、アイドルは一般的に公式アカウントができてから7年ほど後に個人 SNS を作る、なぜなのだろうかと理解できない様子だったようです。これに対してカリナは問題を起こすかもしれないからかもしれないと話していました。しかしジゼルはそれなら生配信も禁止させないと、それが怖いのなら全部させないといいと言い放ち、カリナも生放送にも出れないと同意しました。4時は私はこういうのが大好きで、インスタグラムやツイッターファンコミュニティと全て解説した、それでファンの皆さんがついてこれなかったりとし、自分でも投稿しないとという脅迫観念がある、ファンの皆さんはプレッシャーを感じないでほしいと言うけれど、それでも申し訳なくて感じてしまう、自然にそんな気持ちになると自身の経験を伝えていました。彼女はもう少ししたら作ってもいいのではとし、非公開アカウントを作ればと提案しています。するとニンニンは
それは全部あると答え、爆笑を誘いました。しかしこの話は2023年5月の内容で、2024年現在では個人のアカウントは作られたようです。しかし今回のカリナの欠席といい、忙しいのは改善されていないのかもしれませんね。そんなエスパのカリナですが、日本のアベマ番組でデビューした当時はすごく落ち込んでいたと吐露していました。2023年5月5日エスパジャパンライブツアービハインドストーリーがアベマで配信。この中でカリナのインタビューが公開されました。エスパならではの魅力は何かと尋ねられると、カリナは堂々としている、私たちはどこへ行ってもひるまないようだと返答。続けてデビュー当時を回想しながら、正直デビューした時はすごく落ち込んでいたんですけど、舞台に限っては決してひるまなかった。だからその姿にファンの方々も心を動かしたのではないかと思うと語りました。このデビューした時はすごく落ち込んでいた発言は、 K-POP ファンの間で注目されることになります。カリナにはデビュー当時様々な噂が浮上、当時の心情を吐露したものと受け止められています。カリナは2020年11月 SM エンタの4人組グループエスパのメンバーとしてデビュー。その当時カリナには様々な噂が浮上、関連書き込みが毎日のように韓国オンラインコミュニティでトレンド入りし、良くない噂がまことしやかにささやかれていました。所属事務所 SM は江南警察署にユジミンさんに関する悪意のある行為をしている者を名誉毀損、侮辱などの罪で告訴した、厳重に対応していくと警告するほどでした。当時出た噂については同窓生や練習生からの反論もあり、現在デマとして受け止められています。カリナの発言を聞いたネットユーザーからは、今見たらめちゃくちゃ本当に狂気だった、悲しくなると当時を振り返る心痛コメントが寄せられています。良くない噂がされていたというカリナですが、一体その噂とはどのようなものなのでしょうか。炎上した理由1、練習生時代のいじめ。炎上の理由1つ目は、カリナは練習生時代にいじめをしていたというものです。カリナの練習生期間は約3年ですが、その間に他の練習生をいじめて退社させたという噂が出回りました。ですが決定的な証拠や根拠はないため、実際はカリナのデビューを妬み流されたデマだと言われています。炎上した理由に、未成年での飲酒。炎上の理由2つ目は、未成年飲酒をしたのではないかという噂からでした。韓国では19歳から飲酒が可能ですが、カリナが19歳になる前に飲酒したと噂が流れました。ですがこちらも証拠はなく、未成年飲酒の噂もデマだと思われます。エスパカリナ炎上理由3、 TWICE の悪口。炎上の理由3つ目は、 TWICE の悪口を言ったという噂からでした。 TWICE は JYP エンターテインメントに所属するグループで、今や世界的人気を獲得していますが、カリナはデビュー前に TWICE なんて簡単に超えると軽率な発言をしたとの噂がありました。かなりの大物グループである TWICE を敵に回すような物言いに、 K-POP ファンは当時かなりざわついたようです。しかしこの噂も出どころは明確になっておらず、証拠も残っていないため、こちらもデマである可能性の方が高いと思われます。エスパカリナ炎上理由4、 NCT の悪口。炎上の理由4つ目は、 NCT のメンバーの悪口を言ったとの噂が浮上したことからです。こちらもチャットでのトーク画面が流出したとして炎上しました。カリナが友人とのチャットで NCT のメンバーの孫ちゃんについて、かっこよくないなどの悪口を書いている画面が流出したとされています。しかしこちらも今まで紹介したものと同じで、トーク画面は第三者により捏造されたものだとのことが分かり、デマということで収束しました。エスパカリナ炎上理由5、事務所への批判。炎上の理由5つ目は、事務所批判をしたとされたからです。カリナは SM エンターテインメントへはインスタグラム経由でスカウトされて入社しています。しかしその SM エンターテインメントに対し、うちの事務所終わってる、 YG かハイブに入ればよかったなどと発言をしたと噂になりました。
しかしこれらの発言も出どころが不明で、履歴なども残っていないため、デマである可能性が高いと思われます。エスパカリナ炎上理由、先輩の BTS への悪口。炎上の理由5つ目は、BTS の悪口を言ったというものです。こちらも再び、チャットのトーク画面の流出にて炎上しました。BTS メンバーの RM や自民の容姿を悪く言うような内容だったようです。しかしこちらも第三者の捏造の可能性の方が高く、デマであると思われます。BTS は世界で活躍する大きなグループなので、多くのファンがこの噂を聞き、このデマは当時かなり話題になりました。エスパカリナ炎上理由、エクソ界への悪口。炎上の理由8つ目は、エクソのメンバー、会の悪口を言ったという噂が浮上したことからです。こちらも今までと同様、チャット画面の流出で、その内容はカリナが、エクソの会と撮影したが不細工だった、と友人に送っている内容でした。それに対する友達の返信は、カリナ頑張ってと表示されていましたが、当時カリナという芸名でデビューすることは明かされていなかったので、こちらもデマであると思われます。エスパカリナ炎上理由、ヒロアカ推薦。炎上の理由8つ目は、インスタグラムで僕のヒーローアカデミア、ヒロアカを推薦したことです。ヒロアカは過去に中国で炎上したことがあり、この投稿には中国語のコメントが大量につきました。同作品にはシガマルタという名前のキャラクターが登場しますが、この名前が旧日本軍731部隊で人体実験に使われた捕虜への隠語マルタを想起させるとの声が上がり、作者は名前を変更したという背景があります。このような経緯から、この作品を推したカリナに怒ったファンが大勢おり、炎上してしまいました。推しアニメを紹介しただけなのに炎上するのはかわいそうと思ってしまいますね。エスパカリナ炎上理由、整形疑惑。炎上の理由9つ目は、カリナはデビュー前からインスタグラムにてインフルエンサーとして有名でした。そんなカリナはデビュー前とデビュー後で顔がかなり変わったと噂されています。ここからは整形疑惑が上がっている箇所をいくつか見ていきましょう。カリナの整形箇所1目、カリナが整形したと言われている箇所の1つ目は目です。卒業アルバムを見てみると、確かに今よりもまぶたが厚く人絵のように見えます。ですが、カリナはメイク映えする目をしていて、メイクごとすっぴんだと印象がガラリと変わる顔立ちをしているため、メイク技術が上がったのではないかとも噂されています。カリナの整形箇所に、カリナが整形したと言われている箇所の2つ目は鼻です。カリナはもともとバランスが整った顔立ちで綺麗な鼻筋をしていました。ですが、デビュー前とよく見比べてみると、鼻先や全体が丸い印象でしたが、現在はツンと上向きになっています。鼻はメイクで変えるのはなかなか難しいとされているので、整形したと思っていいでしょう。カリナの整形箇所3、輪郭。カリナが整形したと言われている箇所の3つ目は輪郭です。カリナは顔が小さく顎がシュッとして、輪郭のラインも綺麗ですが、デビュー前は今よりも少し丸い印象でした。しかし、カリナのデビュー前の年齢というのは脂肪がつきやすい時期であり、女性なら多くの人がこの時期が一番ふっくらとした印象になりやすいのです。つまりカリナも成長とともにフェイスラインがすっきりとしただけの可能性が高いです。エスパカリナ炎上理由、熱愛報道でコメント欄大荒れ。炎上の理由10つ目は、俳優イジェウクとの熱愛報道が出たことで、ネットや SNS でコメント欄が大荒れしたことが原因と言われています。俳優イジェウクに対し、カリナのファンなどが俳優を誹謗し、虚偽事実を含む侮辱的で悪質なコメントを残しており、法的処置をすることを所属事務所が発表しました。そのためカリナも巻き込まれ炎上をしてしまったようです。デビュー前から炎上してしまったカリナですが、中学校の同級生がカリナを擁護する書き込みをしました。男子にいじめられている時に助けてくれたことなど、実際にあったエピソードを書き込んでいます。カリナは優しくて可愛い人で、人の悪口を言っているのを聞いたことがないとも述べています。カリナが炎上し攻撃に遭っていることが耐えられず、
書き込みをしたそうです。カリスマ性があり、ビジュアルも性格も良いので、妬みやひがみによって様々なデマが流されてしまったのでしょう。いかがでしたでしょうか。デマによる炎上にも負けず、現在も大人気アイドルグループのメンバーとして活躍しているカリナはすごいですね。体調を回復させて、これからも抜群のビジュアルとパフォーマンスを披露し続けてくれることに期待しましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくださると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。